はい、それでは S2000 試乗インプレッション行ってみたいと思います。AP1 のね、後期モデルですね。なかなかレアなモデルになります。で、カラーリングもかなりレアなカラーリングですね。走行距離が12万1300キロという感じで、そこそこ走ってきた S2000 ですね。仕様は、アルボーの車高調が入って、円形の17インチのホイール。で、給排気なんかはノーマルですね。で、シートが、レカロのフルバケットシート入ってるという感じで、まあ、仕様的にはね、かなりライトな感じなんですけども、ホロがですね、もう撤去されて、無限のハードトップ仕様になっております。すごい乗りやすいな。クラッチのつながりは全然スムーズで、ミッションの入りもね、非常にいいですね。そしてこのアルボーの車高調、とても乗り心地がいいです。すごい路面のこう凹凸をしなやかに吸収してくれますね。ブレーキの効きがすごいいいな。よく止まる。まあ内装がね、この独特な、なんだろう、タンレザーみたいな感じですけども、ちょっとね、汚れが目立ちやすい色なんですよね。安いですね。ちょっと段差でですね、左のリア、カタコトっていう音がするので、車高調のアッパーマウントのところのピロのガタが出始めてるか、もしくは、スタビリンクとか、そこら辺のちょっとガタがあるか、この辺はちょっと、リフトアップしてチェックしてみないとっていう感じですかね。段差がないところでは全然普通です。ちょっと踏んでみましょう。あー、いいですね。早いですね。そして AP1 後期モデルでデンスロじゃないので、本当ね、ダイレクトですね。とても乗りやすいです。以上、S2000 の試乗インプレッションでした。